こんにちは、TVTV をご覧の皆さん、テラケンです。今回はどうもどうも、TVTV なのこれ。あ、TVTV だけど、奇跡のチャンネルをご覧の皆さん、ちょっと待って、今紹介するから。マジでですね、今回ですね、今静岡県に来てて、でなんとですね、今回ゲストでですね、奇跡の中浦が来てます。奇跪のチャンネルです。いつもジャックすんだって。愛知滑り行った時からね、奇跡のチャンネルにジャックされがちなんですけど。そうなんだよね、うん、で、今日は、何やんの？静岡来てるけど。今日静岡で、今爽やか。12時7分、いい時間ですね。お腹がいい感じの時間ですね。滑りに行こうっていう話、はい、うん、スケートパークに行って滑ろうの回です。はい、というわけで、まあ、まあ、とりあえず爽やか行ってみましょう。お待ちください。そんなに長くないよね。俺1年ぐらい経ったから。あ、そうなんだ。いやー、お魚の木を押さえていただければ火が入りますので。はい、行ってきました。爽やか、うまかった。もう最高。お腹いっぱいになったところで行こうぜ。帰りますか。えぇ、ー、じゃあ、ミニランプだっけ、なんかボールみたいな感じボールよしってたけど、多分ワイはボール滑れないんで大丈夫大丈夫。大輔よろしく。大丈夫大丈夫。だから助っ人、協力助っ人を呼んであるから。もう本当全部やってくれるから大丈夫。まあ俺もちょっとね、うん、はい、では行きましょう。ミニランプじゃなくてハンボールか。ハンボール。ではまた後ほど。後ほど。めちゃめちゃいいじゃん。めっちゃドローカル。マジでローカル中のローカルしか来れない場所です。それで本当に隠れが来た。すげえわ。パワーオン。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、録画になりました。ごめんなさい。やっぱりね、これぐらいやってるとさ、まあ、こんなランプなんて、まあ、ミスよ。ナインクラブ。まあ今日はこのぐらいで勘弁してください。大丈夫、りょうたくんに全部任せる。勘弁してください。大丈夫。やばすぎる。Oh.
マジで。はい、録画。録画。というわけで、隠れ家的ミニランプでした。すごかったな。なかなかね、見た俺のナインクラブ級の。表現めっちゃ頑張ってたじゃん。ごめんなさい。りょうたくんのデモンストレーションでした。そうだね。りょうたくんと奇跡の中浦によるデモンストレーションでした。次は愛知県、豊橋の豊橋スケートパークに向かっていこうと思います。ではまた後ほど。と SL パークだね。はい、 SL パークに到着しました。で、もともと豊橋とかそっちの方行こうと思ってたんですけどね、なんせね、ちょっと雨がね、なんかいつも雨降ってるイメージなんですけどというわけで、ね、急遽 SL パーク来たんで滑っていこうと思います。サクッとね。はい、サクッと、うん、サクッとやろう。お、ボックスが超長くなってる。やばくないこれ。めっちゃやばくないボックス。俺無縁だからボックス。ちょっとじゃあファーストトライチャレンジ。ファーストトライバックサイドパイプグラインド。どっちから来るの？いいよ。よし、じゃあ腹が、あ、違うな。じゃあ SL パーク楽しんでいきましょう。見たかったくそ。お前が面白いとか言うからだ。
ナイスメイク、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 イエーもう無理だ。というわけで SL パークでしたね。最後あの奇跡キックがデッキを2本犠牲にしてあの奇跡キックがね炸裂するっていう。新品ついて、新品組みます、組んで速攻ビリーンマジかーって一番嫌いな作業なのに、ほんと完全に乗る位置が悪かったねあれはね、2枚とも同じところで俺らがまあ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 、これもスケートボードの楽しみ方の一つっていうかね普通板折れないんだけどね普通じゃないんで、うん、普通板折れないんで、すいませんというわけで、奇跡です。はい。というわけで、奇跡の中浦でした。あの、奇跡のチャンネルっていう YouTube チャンネルやってるんで、奇跡のチャンネル。あ、いいの告知して。マジで。勝手に告知するとちょっと。いや、ほら、あの、あれなんだけど。いつもジャックされてるから。そうだね。いいんですか。奇跡のチャンネルみんな登録よろしくお願いします。一応1000人超えてね、なんかランボルギーニ飛ぶことになってるから、ちょっとずつ進めてるんだけど、あとはね、どうするかっていう、4000時間あるから、まあみんな遊びに来て、なんかビデオ見なくてもいいから再生でもね、お願いします。はい。再生取りしてください。飛んできてください。よろしくお願いします。奇跡のチャンネル、概要欄にリンク貼っとくんで。よろしくです。おっす。じゃあ今日は、こんなところで。で、また次回はね、奇跡の中浦と行く愛知スケートトリップ、愛知スケートツアーがあるんで、そちらもお楽しみにということで。明日だね。以上、TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。